今日はですね、15分サクッとちかさんあ、行くということで。録音してますので、お話をすはるい、方そうですはね。その前提でよろしくお願いします。はい、画面は大丈夫です。録音のみです。よろしくお願いします。でですね、今日はサクッと15分ベンチャー紹介ということで、レディットいきたいと思います。昨日おお。250ミリオン、約250億円調達して、企業価値が6ビリオン、6000億円になったという発表があったものです。すごい。ですね。で、サクッとですね、結構知ってる方が多いと思いますが、歴史とかですね、その辺のいろんなところを話していきたいかなというふうに思います。で、まずですね、そもそもレディットいつできたかというと、2005年ですね、ずいぶん前なんですけど、2005年の Y コンビネーターに参加したと。で、最初はですね、若者2人、22歳の若者2人で、マイモバイルメニューっていう会社を始めたんですね。で、それはですね、SMS の電話のメッセージで、食べ物がオーダーできるというアイデアだったんですけど、全然ダメだったと。で、そこで、いろいろやってるうちにレディットを思いついたと。で、そこにですね、さらに同じ期に、Y コンビネーターに参加していた別の人もロールアップしてですね、3人になって、この3人がファウンダーということになっているというものです。で、最初の一番最初に始めた2人っていうのが今でも関わっている人たちなんですね。で、2005年に始めて、翌年2006年に出版会社のコンデナストに買収されます。で、なんですけれども、2011年にコンデナストの親会社からスピンアウトされて、また独立した会社になって今に至るという感じです。はい。でですね、実はちょっと不遇な、時っていうのがありまして、そのもう一人のファウンダーっていうのがですね、アーロン・シュバルツっていう人がいたんですけれども、彼はもともとインフォガミっていう会社をプロジェクトをやって、 Y コンビネーターにいたんですね。で、スタンフォードの学生だったんですけれども、翌年、コンデナスト買収で、別れたと。で、その後ですね、結構このインターネット、アクティビストみたいなことをやってですね、MIT のネットワークから学術論文を丸ごとダウンロードしたっていうことで、それはその学術論文をペイウォールの先に置いとくっていうのは良くないという彼の信念があってのことだったんですけれども、これでですね、懲役35年、罰金1ミリオンという裁判になるんですね。で、この裁判の途中で、まだ最終的な判決出てなかったんですけれども、自殺してしまうということで、当時はかなり問題になって、その後、ですね、その MIT のネットワークにものすごいサイバーアタックがあったりとか、いろんなことがあってですね、あとはそのエンジニアのメンタルヘルスとか、ファウンダーの、気持ちとかですね、若くして成功してしまった人はどうしたらいいのとか、いろんなことが問題になったというのが、2013年にありました。で、それはさては起きつ、レディットは進んでいったんですけれども、一時期そのファウンダーの2人はもう離れちゃっててですね、アレクシス・オハニアンっていう人と、今の CEO の、スティーブ・ホフマン、この2人がファウンダーだったんですけれども、この2人、アレクシス・オハニアンは完全に離れて別のベンチャーを立ち上げたんですが、そうこうしてるうちに、いくつか何人かその CEO がいたんですね。で、そのうちの1人が、シリコンバレーで有名なエレン・パオだったんですね。2014年にエレン・パオという人が CEO になったんですけれども、この人はその前に、まさにそのシリコンバレーの MeToo ムーブメントを最初に作った人、ベンチャーキャピタルで自分はセクハラを受けていたと、パワハラセクハラを受けたという話を裁判にした人なんですけれども、彼女が1年ほど CEO をやってたんですね。で、結構いいこともやって、リベンジポーンを禁止するとか、そんなことやってたんですけれども、その何て言うんですかね、もともとレディットにいたそのコミュニティの人たちが、俺たちのコミュニティのことを知らないビジネスの世界の人がやってきたという、敵忾心がすごいあったというのと、もう一つですね、直接のきっかけになったのは、
すごく人気があったコミュニティマネージャー、レディットの社員の人でコミュニティマネージャーがいたんですけれども、彼女がクビになるんですね。で、彼女をクビにするとは何事だっていうことで、すごいこうレディットアクティビスト問題みたいなのが起こって、人気のサブレディットが結構片っ端からですね、プライベートにして、その誰も入れないようにするということが起こったんですね。で、それがレディットブラックアウトと言われてですね、結構メジャーなところが全部見られなくなるという状態になったりしました。で、さらにですね、別のコミュニティマネージャーがレディット上で、同じように自分もクビになったと。で、何がどういうこういうふうにあったか聞いてくれというようなことを書いて、ここですごい問題になってですね、エレン・パオをクビにしろという、署名が20万人分集まったということで、結局彼女は辞めてしまうということが起こりました。で、その後そのコミュニティがやっぱり荒れてしまってですね、まさにその、トランプがいなくなったけれども、荒れ尽くしたこの国をどうしたらいいのっていう状態にレディットがなってたんですね。で、そこで返り咲いたのがアレクシス・オハニアンなんですね。もう自分がやってた、結構ベンチャーからお金、ベンチャーキャピタルからお金も集めていたベンチャーを置いて戻ってきて、もう一回そのトップに就いたと。で、そうすると、まあ一応コミュニティ作った人なんで、大変尊敬されていてですね、こう尊敬していた神が戻ってきたので、民はもう一度人心が戻ったみたいな感じで、一応落ち着いていくというのがありました。これが2015年ですね。なるほど。で、このアレクシス・オハニアン、今はもうまたレディと離れて、もう一人のコーファウンダーだったスティーブ・ホフマンが CEO なんですけれども、このアレクシス・オハニアンは、今セリーナ・ウィリアムズと結婚していると。旦那さんですよね、そう有そう、名人。今世の中ではレディットのコーファウンダーというよりはセリーナ・ウィリアムズのハズバンドとして、あちこちよでく紹コート介さサれイドてでるね。と。で、子供の名前がアレクシス・オリンピア・オハニアン・ジュニアっていう名前だったりするんですけれども、まあそれは置いておいてですごいですね、ね。そうなんですよ。で、まあそうこういろいろドラマがあるサイトなんですけれども、今の、スタッドというかですね、ナンバーとしてはサブレディット、このオンライン掲示板なんですが、その中にこの間話題になった株式投資の、コミュニティとかですね、こう別コミュニティがいっぱいあるわけですね。で、それが大体これまでに登録されたものだけで、120万個あると言われていて、で、ただその中で今でもアクティブに動いているものは、まあ、14万件ぐらいじゃないのと。っていうのが、まあ、2018年のデータです。で、それぞれのコミュニティが、まあ、非常にアクティブなところのコミュニティが全然こう独自の性格を持っているというのがレディットの特徴で、今ですね、割と最近のデータでデイリーアクティブユーザー、毎日やってくる人っていうのが大体5200万人と言われていて、これが前年比で44%増えていると言われています。で、サイトとしては世界で18番目で、大体その50%以上アメリカ以外からのアクセスがあるというふうに言われています。で、そのコミュニティごとに全然こう性格が違うんですけれども、それはですね、それぞれのコミュニティにアドミニストレーターがいるんですね。で、それはその人たちがルールを決められるんですよ。私のサイトではこういうことを言ったらダメとか、こういうものにリンクしたらダメとか、トップコメントはこういう内容じゃなきゃダメっていうのをやって決めて、で、厳しいそのサブレディットだと、違反すると即座に削除されると。で、もっと厳しいのだと、もう一発で、そのサブレディットの発言権を全く失うとかですね、そういうこともあります。で、まあそのレディットは、そのコミュニティ運営に割と成功しているサイトである、例えば Facebook とか Twitter に比べて成功していると言われていて、それはですね、そのアドミンがそのアドミンをするためのツールをたくさん持っていられるということが大きいと言われています。でですね、大体今100億円ぐらい
収入があるんじゃないかと推測されていて、もしかしたらもっとあるかもしれないんですけれども、社員が1400人ぐらいと。で、その100億円どこから来るかというと、広告ですね。普通に広告を出すところがあるんですけれども、プラスですね、コインを買えるんですね。で、そのレディット内だけで使えるコインっていうのを買えて、で、そのコインでアワードっていうのを人に送れると。つまりそのコインは人にあげるために買うんですね。で、プラチナムアワード、ゴールドアワード、シルバーアワードっていうのがあって、これをもらった人は、プラチナムとゴールドをもらった人はですね、そのアワードをもらった人だけが入れるサブレディット、ラウンジっていうのがあるんですけれども、そこに行けると。で、さらにですね、広告フリーで一定期間レディットにアクセスすることができるというものです。で、ですね、今回増資したお金は、まあ、ビデオとか、ビデオ機能の充実、最近ストリーミング結構やってるんですけれども、まあ、そこをもっと充実させようというのと、広告の充実、あとコンシューマープロダクトっていうふうに言ってるんですが、まあ、これはおそらくそういうその仮想通貨というか、バーチャルグッズ系を充実させていくんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、コンシューマープロダクト、あとインターナショナルの事業の拡充を図るというふうに言っています。で、最近ではやっぱり有名だったのは、ウォールストリートベッツですね。そうですね。ゲームストップの株価をいきなり400ドルにしたのは、このウォールストリートベッツというレディット上の板だったわけですけれども、まあ、それとかですね、先週末スーパーボウルで5秒のコマーシャルを流したと。で、これが結構なかなかキャッチーであったといったようなことが話題になりました。というようなところで、レディットなんですけれども、私、レディットに多分これまでに費やした時間は、3桁時間、なんていうか、数百時間は優にあると思いますので、何でも質問のある方は聞いてください。皆さん、なんか質問ある方、手を挙げていただければ、スピーカーの方にあげますので、例えば日本でこんなの使ってるよとか、そういうのでも大丈夫です。これ、でも本当に使い方いろいろありますよね。なんか、私、例えばバイクの直し方がわからないときにサーチしたら、やっぱりレディットで詳しく、同様のモデル出てる人が出てきていたりとか。あ、ケンさん、どうぞ。二人ケンどうさんも。が来てしまう。ケン江島さん、はい、どうもお久ケンし選ぶ手りさん。です。おはようございはい。ます。お伺いしたかったのは、そのレディットって国際化みたいなことをあんまりやってきてなかった印象なんですけど、実際そのユーザーが、アメリカ以外のユーザーが50%使ってるっていうのは、例えばどこの国がすごい多いとか、なんかそういうのはあるんですかね。なんか前ちょっと見たことがあるような気はするんですけど、ですね、結構現地言語でのサブレディットっていうのもあります。ポルトガル語でブラジルとか、ロシア語でロシアとかもあったりはしますし、やっぱり世界の英語圏、英語が話せる人たちが集まると。だからドイツ人が英語で話すとか、そういうのも結構あったりするので、どこがどうってのはちょっと今パッとわからないんですけれども、割とその数百時間の経験上、英語圏の人間じゃないので英語が拙いのは許してねみたいなことを言う人とか、この私のポルトガルのこの街では最近こんなことがあったっていう人とか、まあ、結構そうですね、発言してるイメージで、アジアよりやっぱりヨーロッパ、南米が多い感じはします。ああ、なるほど。あれって、ユーザーのアイデンティティが明かされてないっていうか、ID みたいな仕組みなんで、あんまりその人がどういう人かっていうのを推測する根拠は、言葉遣いとかそういうのぐらいしかないっていう感じなんですそうでかすね。ね。で、結構その発言のヒストリーが残ってるので、そこでどんどんタグっていくっていう人はいて、だからまあ、ほら、長いこと不用心に喋ってると結構分かってきちゃうわけですよ。特定されちゃうみたいな。なるほど。なんですけど、基本的にはその個人と紐づかない。ただその ID には紐づいていて、特定のアクティビティのポイントが溜まってないと発言できないっ
とかそういうことが結構あるので、結構みんな自分のアイデンティティを大事にしてるんですね。なるほど。って感じです。もう一つなんですけど、その日本ではあんまり流行ってないっていうイメージなんですけど、これってそのローカライズしてないからなのっていうすごい単純な理由なのか、それとも何か別の理由があったりするんですかね。ローカライズしてないからじゃないですかね。まあ、あまあ単と、純にそういうことか。あとやっぱりアジアの好みの方向ってやっぱ他と随分違うじゃないですか。日本だけが違うっていうのもあるけど、やっぱに中国もやっぱりちょっと違うセンスがありますよまあそうね。ですね。で、だからセンシティビティ的にちょっと見た目とかがなんか日本の感じと違う感はあったりはしますけど、なるほど。でもありがとうございます。アドミンの人がやっぱりそのアドミンツールを理解するのに英語が分かんないとダメだったのでちょっとそうですね。ああ、そうですね。ちょっと確厳かしいに。かなっていうのはありますよね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。あ、いえいえ。もう一人ケンさんがいる。三浦さん。ああ、どうも、こんにち聞こえは。ますか？こんにちは。聞こえますよ。ですね、僕、チカさんほどレディットに、まあ、時間そこまで費やしてないんで、あれなんですけど、たまに行くとやっぱレベル高いなというか、内容の情報とか、もちろん荒れた時期もあったし、そういうとこもあるんでしょうけど、それって例えば2チャンネルとかって、なんでなんですかね。新しい人がちゃんと入ってくる。なぜレベルが高いかですか？情報の、そう、な、鮮度とか、ディスカッ高いションでのすよ深さね。とか、高いと思うんですよね。だから、なんでなんだろう。これはね、私もほぼそのアドミンツールの充実っていうところに全てがあると思ってるんですね。例えば R サイエンスっていうサブレディットがあるんですけど、確か R サブ、サイエンスだったと思うんですが、それぞれそのステッカーみたいなものを発言者がもらえるんですね。例えばバイオロジー PhD とかで、じゃあそれ勝手に名乗れるのかっていうと、そうじゃなくてアドミンに、ちゃんと卒業証書とかを送らないとダメなんですね。なるほど。だからアドミンは個人名が見えちゃう。ただなるほど。でアドミンはそのステッカーを与えるんですね。で、例えばあと AMA とかも、俺なんとか質問してって言っても、その俺が本当に俺なのかっていう疑問があるじゃないですか。で、有名人とかだと、例えば自分の写真に、その AMA の手書きで書いた紙を持って写真を撮って Twitter に上げたりとか、することで、証明するんですけど、その人に言えない内容なこととかもあるわけですよ。で、そういう時は、そのアドミンだけにその証明する何かを送るんですね。で、アドミンが、この人は本当にこの人、その言っていることを経験した人だということをアドミンが確認しましたって言ってから AMA が始まるとか。なるほど。じゃあやっぱりサブレジットのそれぞれのアドミンのまあ、算されてる権限と様式によってって感じそうですね。だから時々反乱が起こるんですよ。結構ドラマが起こってですね、例えばスキンケアのサブレディットで、何年か前にそのアドミンがですね、実は自分たちが設けられるそのスキンケア商品のをプッシュしてたと。で、バックマージンをもらってたみたいなことが大問題になって、アドミン全員た、あの追放されて新しいアドミンになったとかですね。実はウォール・ストリート・ベッツも、もともとやってた、最近ウォール・ストリート・ジャーナルとかにインタビューされた人で、全然最近活動してなかったり、もしくは去年その自分が得をするようなポストをしまくって追放されてた人だったりして、いたんですが、なんとその新しいアドミン、コミュニティから見たら正しいと思われるアドミンの方が今クビになってるとかですね、まさに今進行形のドラマが進んでいたりするんですけど、まあそんな感じですね。ありがとうございます。知らなかったです。はい。なんかもう一人の次、方、さとこさんと呼ぶのかな？おお、すごい。そうです。こんにちこは。んにちさとこは。こんにと申ちします。は。はじめまして。はい。すごく、ちかさん、あ、ごめんなさい。ちかさんのことはすごく昔からよく知っていて、出してもらえてとっても嬉しいです。で、レディットってすごく昔からあって、そんなになんかあんまりメジャーに、なんだろう、普通の人が使うツールになってきたんですかね。すごく昔からあったのは知ってたんですけど。
そのゲームストップみたいな大きなムーブメントを起こせるような一般の人がたくさん入ってきたのか、それとも少数のギークがさっき動かして今回のそういうゲームストップみたいなのを動かしたのかなっていうのが気になりました。まあ、あともう一つ、あ、ごめんなさい、多分正解は真ん中辺にあると思っていて、いや、はい、あのデイリーアクティブで5200万人いるのでそれなりに多いんですよね。ただその、うん、例えば Facebook とか18億人とかなんでデイリーアクティブ、Twitter で1億8700万人ということを考えると、あ、まあ、少ない、はいはい、まあ、Twitter と桁は違わないっていう感じはしますね。うん、で、特にローカライズしていけばもっと Twitter 並みに増えるんじゃないかなという気はしますが、一方でそのやっぱりコミュニティでものすごくアクティブな人って限られるんですよ。うん、なので、その例えばどうだろうな、50人ぐらいがわーわーわーっていうと結構いろんなものが変わってしまうっていうのはあったりはします。はい、なるほど。そういう、あの面白いサブレディットを見つけるコツみたいなのはあるんですか？ありますね。あの一つは、これすっごい大事なんですけど、まず、はい、あの自分のアカウントを作ることっていうのが全てです。なるほど、作りましたさっき。でそれであの自分があのフォローするみたいなの、あのサブスクライブするっていうの、はいはい、ありますよね。でそれをやっていくと、はい、これが好きならこれも好きじゃないみたいな、おすすめが出てくるんですよ。でそしたらどんどんそれを登録していくっていうのが、うん、なんかこうなんていうんですか、こう自分の好みにレディットを仕上げていくコツだったりします。 なんかあのクラブハウスとかツイッターとかではなんかこうユーザーをたどってユーザーをどんどん追加していくと面白いこうルームが紹介されるみたいな感じがしたんですけど、あのレディットもそういう人を見つけて、まあ、そのサブレディット以外にもそういう人でとかあるんですか？あのね、確かその人が何をサブスクライブしているか見えなかったはずです。ああのもちろん他のサブレディットに行ってその人が発言するのを見つけることはできるし、うん、その人の発言ヒストリーから、うん、あんなとこで発言してるっていうふうに見ていくことはできるんですよ。あただ一覧してバッと見るっていうのはできないんですね。なるほど。だから割とこう雲の糸っぽくなるほど、ちょっとコツがいるっていう感じ。そうですね。 でもこう面白いなと思ったら登録していくっていうのをどんどんやっていくと、うんうん、結構あそればっかり あの自分のトップページっていうのができるんで。あーへー、じゃあその辺の精度もおすすめの精度も結構上がってきてるってことね。それもありますし、たまにですね、そのあの AM あのアスクレディットっていうのがあってですね、うん、結構面白いんですけれども、はいはい、これは質問を出してみんなが答えるっていうんですけど、はいはい、たまにですねアスクレディットに定期的にあなたが面白いと思うサブレディットは何とか、みんなから見逃されてるサブレディットは何とか、何らかのこう問いかけがあってこう、はい、1万人ぐらいの人がわーわーわーってなんかこれだあれだって語り合うんですね。なるほど。そういうのを見るとそういうの結構おおなるほど、料理のサブレディットがある。なんかすごいそれでおかしかったのは、一時期あの、はい、にちゃん問題の時に日本人が結構わっと入ったことがあって、で、うん、日本のフードポーンっていうサブレディットができたんですね。で、要は日本人が食べ物の写真、美味しそうな写真をあげるっていう、そういうやつね。で、はい、あのそこですごい話題になって、でもそのみんなあの結構レディットのルールとしてコミュニティを荒らす、他人のコミュニティを荒らしてはいけないっていうのがあるんですね。要は、うん、コミュニティってやっぱり前提があって喋ってるじゃないですか。なんか、うん、その共通の認識のもとにこれはいいとか悪いとか言ってるので、その前提がわからない人が勝手に外からわーわーコメントしだすとすごい荒れちゃうんですよね。なので、うん、そのたまたま訪ねたところでいきなりギャーギャー発言しないっていうのは割と大事なことなんですけれども、でその時はその日本の可愛らしいこう何十人かしかいないコミュニティで美味しそうな食べ物がいっぱいアップされている。でレディッターの中にはその日本が大好きな人がすごく多いんですね。で日本をなんか世界で最も素晴らしい場所だと思っている人たちとか宗教みたいな人たちがいるんですけども、なのでそこでそのサブレディットを紹介したスレッドで、みんな脅かしちゃダメだよ脅かしたらいなくなっちゃうかもしれないから静かに見に行くなよみたいな、なんか語り合ってて
なんか珍獣扱いでした。本当ですね。なるほど。あ、そう、そのなんだろう、そのそうやってその場の雰囲気を良くするようなそのモデレーターっていうかその人たちって、あの無料でやってるんですか？そうなんですよ。なるほど。で時々あの例えば何十人とかモデレーターがいるサブレディットとかもあるんですね。うん、で、あの時々もう手が回らないから新しいモデレーター募集とか言って募集がかかったりしてはいますけど、モデレーターを募集したりすることもあるんだ。要はコミュニティに、あなたもモデレーターになりませんか、ただし1日最低3時間はコミットとか、なんかそういうなるほど、まるで筋トレのような。そうですね。でやっぱりそのすごいこう愛を持ってコミュニティみんな維持してるんですよね。だからなんかそのすごいこう大事な手のひらの上の玉のようにみんな大事にしているので、それをこうちゃんと保っていくためにはどうしたらいいかっていうのはみんなこうすごい悩みながらやっていると。なるほど。なんかすごい徳が溜まってそうな気がします。そうですね。で昔から、そこで徳を貯めると、あのみんなに、あ、カルマが高い人だ、あの点数が出てくるんですよ、カルマ。あ、そうやって溜まっていくの。そう、その発言したり、あの、はいはい、なんか何かをすると溜まっていくんですね。なるほど。え、じゃあずっと前にもとりあえずあのなんだユーザー登録すればよかった。昔からあるのに全然なんかこうたまに話題になるなぐらいで、はい、知らなかった。ごめんなさい、ありがとうございました。なかなかとっても面白かったです。ありがとうございます。あの、まあ、なんかこう男子的なサブレディットが話題になることが多いんですけれども、スキンケアサブレディットもとても優秀なので、うん、あの R スキンケアとかですね、あと R メイクアップとかですね、いろんなそういう女性系の、あとあの刺繍とか編み物とか、あとペット系も多いですよね。犬とかアニマル、うん、あの猫がびっくりしている、あのスタートルキャットとかですね、そうそうそう、あのキャットディメンション、猫がいきなりジャンプして消えるの動画だけとかですね、まあ、とにかくかなり無限にあるので、自分の好きなサブレディットを見つけてみてくださいということで、ちょっと愛が高まって30分も話してしまいましたが、はい、で明日はですね、初頭にも言いましたが、私どもウェビナーを5時、あのアメリカ時間5時から、日本時間で言うと10時ですかね、朝のから1時間15分ほど、この暗号通貨について、これよりもさらに深く深く深くじっくりと話しておりますので、であのもしご興味があれば、私どものプロファイルの方から、有料ではございますが、資料それから録画提供のサービスもあのプランで入っておりいるものもありますので、ぜひあのご参加ください。木曜日にまたこの時間に戻って、軽く面白いトピックをピックしてお話ししたいと思います。そうですね。クラブハウスは明日お休み、また明後日やります。毎週、アメリカで火水木、日本で水木金、ね、水木金ですね。はい、はい、以上です。ではどうもありがとうございました。どうもありがとうございます。